こんにちは。ここは日本最北端の町稚内です。今ちょっと食堂で食事してましてね、でそしたらキノコが入ったキノコ汁みたいなのが出てきたんですね。で見たこともないキノコでね、食感もなんか味わったことのないなんか不思議な風味がすると、このキノコ大丈夫なのかなってすごい不安になりながらも、周りのお客さんもまあ食べてるし、周りの人たちもまあみんな生きてるからまあ大丈夫だろうと思って今食べてまいりました。今申し上げましたように、ここは宗谷本線がやってくる日本最北端、北海道の稚内です。今風がまた吹き始めました。なんか昔のことになってますが、私ね、高校最近から視聴者ずっとみんな言ってるんですけれど、髪が伸びすぎているとちょっと切りたいわけですね。切りたいなというのは私ももう物理的に邪魔ですから、いつもね、なんかこうやってね、これってあれですよ、私は髪型がどうなってるかが気になるっていうよりも、こう目とかにかかってきて、ね、こう目障りなんですよ。ちょっと今ちゃんとあの背景がね、明るくないようなところで撮ってみましょうか。あのね、もうこれをこう前にね、こうまっすぐやるとこのような感じになりまして、ちょっとひどいと。こんな風な、あれではね、なんかあのアニメとかに出てくるようなね、あのネクラキャラクターみたいな、そんな感じにね、見えてしまうし、まあ、何よりもう目に、ね、かかって邪魔です。昨日もね、カメラちょっと一眼レフカメラでこうやって覗いたりして撮ってたんですけど、そうするとこう、これがね、こうかかってきちゃってね、あらよく見えないなみたいなことになるんですよ。これ邪魔で仕方ないから、ようやく切るね、暇が今見つかりました。もう明日からね、またしばらく5日間ほどあの電車に乗りっぱなしでね、髪なんか切る暇がまたなくなりますので、ちょっとそろそろいい加減で、あのこの稚内で今日午後半日、お休みがありますので、そこでね、なんとか髪を切りたいと思うわけです。しかし、まあ、この辺りね、じゃあ床屋なんかあるのかなと思って調べたら、床屋、美容院ともどもたくさんあるようです。たくさんあるとね、かえってじゃあどこへ行けばいいかよくわからなくなるもんですから、まずはこの稚内駅の中に入って何をするのかと、こうあろうことかね、観光案内所にね、あのおすすめないですかって聞くの無理ですかね、迷惑かな。そんでね、聞いてきましたけど、やっぱ聞いてみるもんでね、いや、親切にいろいろと対応していただきましてね、でもまあ一応若い人が行くとこで、いや、まあ別に切れりゃどこでもいいですよ。まあでもなるべくうまいところの方がいいわよね。まあ確かに、ね、YouTuber とか、まあちゃんとした格好してた方がいいには違いないと。うん、じゃあまあなるほど、まあ確かに、じゃあうまいところ、私も時間があるから、お上手なところ値段とかあんま気にしませんからと、でこれでいろいろね、やっていただきました。でそしたらね、結局まあその方が普段行くところ、女性のね、おばさんがこう担当されていらっしゃいましたので、まあ、その方の行くところとはまあやっぱ違うところになる可能性が高いということでね、稚内の多分市の観光課の方なのか、誰なのか分かんないですけどね、のお休み中の、ね、方にわざわざ携帯に、すいませんお休みのところなんて言いながら、こうわざわざ電話で聞いてくれましてね、でそしてその電話でお休みのところ、いつもどこ行ってんのって聞いて、いつも行ってるところを紹介してもらうとなかなかね、観光案内所って聞いてみるもんですけど、それでいろいろね、親切にやっていただいていただきましたので、なんかシェーンっていうところらしいんですね。南稚内の駅の方、その辺りで行ってみるとどうもいいらしいということが分かりました。ただね、南稚内の駅の近くとはいえ、次南稚内まで行く列車、今ね14時なんですけど、1時間前に特急のサラベツ旭川行きが行って、その後はね17時46分の特急宗谷札幌駅までも南稚内の駅まで行く普通列車はないらしいんですね。ちょっと困るっていうか、いや別にね、要するにタクシーとかバスとかで行けば良いということなんですけど、大きな町であってもね、 JR 宗谷本線がほとんど本数が少なくて、一つお隣の駅さえもこんなに行くのを難儀するという、まあ、そんなに分かりやすい状況でした。なんかバスはあそこに止まってますけど、どう見てもあのバスは違うだろうな、南稚内の駅の方に行くのかな、ちょっと聞いてみますかね。で来るって言うならそれで行けばいいし、まあ、来ないんだったらね、このタクシーがいますから、まあ、2キロ3キロぐらいだっていうので、そんなにタクシー代もかからないはずですけど、どうせねこういうバスがあるんだったらそっちで行った方がいいかもしれません。ダメだ、誰も乗ってないわ、こんなんじゃダメですね、やっぱタクシーで行きましょうか。ちょっとね、遠いからあれなんですけど、列車で南稚内の駅まで行くなんてのも面白そうだったんですが、まあ、ないものはしょうがないですからね、タクシーで南稚内の駅の方まで、床屋さんとか美容室なのかな、シェーンにお願いしますとね。すいません、はい、こんにちは、すいません、お願いします、はい、よいしょ、南駅の方に、はい、シェーンっていう床屋さんだか美容室だかなんかあるって聞いたんですけど、ご存知です？シェーン、ね、カタカナ4文字でシェーンで、なんか au ショップとか携帯のドコモショップとか、はい、そういうのの並びにあるらしいんですよ、大通り沿いで。なんかこの辺ね、床屋とかその類が大量にありましてね、なんだってこんなにあるんだというぐらいにまでいっぱいあったんですが、ここにね、こう連れてきてもらいました。これがそうらしいんですね。なるほど、確かに綺麗なところでね、新しくて、ちゃんとした人がいそうなところです。ところがね、わざわざタクシーで頑張ってきた割には今日はもういっぱいらしいんですね。なるほど、人気のお店だと、まあ、逆に言えばね、そんだけちゃんと人気のあるところをご紹介してもらえたんだから、その点は良かったなと思うことにしましょう。なんかすぐ脇にもぐるぐる回ってんのあら、これでいいですかね。さっぱりね、切ってもらいました。なかなかわかんないけど、いいんじゃないですか。悪くはね、ないと思います。あそこの、これは美容サロンっていうから、まあ理髪店だと思いますけどね、床屋さんとはこういうところだよなんてことを、また今回もね、いろいろ勉強させていただきました。ぐるぐるのサインポールありますけど、あれについてが興味深かったですね。
床屋さんのね、まあ、専売特許といいますか、あの特権というか、床屋さんにしかできないことといえば、こうナイフでもってね、ひげとか、まあ、ひげもともかく、あとはこう首のところとかね、こういうところを剃ってもらうというのはありますけれど、それがね、床屋さんの、まあ、そうなんだろう、まあ、象徴たるあるというか、まあ、いろいろ教えてくれたので、まあ、とにかくね、ちょっと本題に入った方が話が早いかと思いますが、要するにね、床屋さんのあのサインポールのぐるぐる赤、そして青と白というあの3色ありますけれど、あの赤というのは何を表すのかというと動脈らしいんですね。じゃあもしかして青は静脈ですかと聞いたら、そうなんです。じゃあ白は何ですか。白はね、包帯らしい。実はもともと私知らなかったんですけど、あの理容師さんというのはね、床屋さんというのはもともとはあの外科医さんと一緒だったらしいんですね。お医者さんだった、お医者さんの仕事だったらしいと、昔は散髪というのは。でちょっとね、足元がおぼつかなくなりましたんでね、急遽中止しておりますが、今バス停に向かっております。帰りはどうせだからね、バスで帰りたいなと思うんですけど。でただ外科医からあの歯科とそれからまあこう利用のね、あれが抜けて別れれたということ でそれでいろいろなってるんですけど、まあいいや、あそれはね、まあ大体こんなところで、なんでまあいいやってここで急遽行ったのかというと、またここでもね、こう床屋さんがまああの ありますね。こんなにいっぱいあるんだな。さっきのところからこうただ歩いてきただけで3軒もあって、反対側にもなんかあるみたいだしな。なんでこんなにいっぱいあるのと思うんですが、ここ多いですねって聞いたら、いや別にそうでもということでした。でバスの時間をおっとっと滑りましたけど、バスの時間はあこういう感じで、今可能性があるとしたら15時37分か。今の時間を見てみましょうか。今の時間ね、15時47分でした。くそ惜しいな。こうね、こうやってみると、まあ、3時間に1本ぐらいあるバスがね、あと10分早ければ乗れていたんですけど、くそしょうがない、これはどうするかな。まあ、タクシーでもいいんだけど、呼ぶのがあれだしな、長島タクシーなんか存在しなさそうだし、こんなところ。とりあえずしばらく歩いて南稚内の駅を目指しましょうかね。どのぐらい距離があるのかな。ダメだ、ちょっとね、風が吹いてきてね、もう寒いですよね。あの稚内はやっぱり気温はそれほど低くはないところなんですが、しかし風が大変にね、こう冷たいというか強く吹きますんで、もうオホーツク海と日本海に挟まれてね、どんな右からも左からも、お前風向きはどっちなんだよみたいな吹き方をします。で、もうあのちょうどね、たった今こう切ってさっぱりしたところですから、とても涼しいんですね。心地よい風がね、こう私のこう顔の横で流れていくわけですので、ちょっとこれはもうどうしようもないと。稚内のね、南稚内駅ですね。つまりそこの近くに大きなショッピングセンターっていうのかな、西条ありまして、あそこがね、確かミスタードーナツとかあったから、ちょっとあそこへ逃げ込もうと思います。稚内の、南稚内の駅まではまだ歩いてね、あと15分ほどかかるようです。お、素晴らしい。なんとかね、ここたどり着きました。いや、そこまで言うほど困難な道のりだったわけではありませんけど、すごいな、これバス停ですよ。どこがどうバス停なのかもよく分からなくなっているという状態です。私の腰の高さまで雪があります。いや、私はそんなに短足だよね。腰ではね、膝の高さまでしかなかったですね。スタートのここでちょっとね、食べて温まってパソコンで仕事などして体力を回復してから、南稚内駅からね、列車に乗って稚内へ帰りたいと思います。らしいんですね。だからね、ここをこのように服を買っております。私もともと実はね、あの下着をちょっとね、昨日前なんか洗濯してるんですけど、昨日ちょっとね、朝が早くて、あの夜も遅かったから洗濯できなかったし、一昨日もね、温泉旅館にちょっと洗濯するような場所ではなかったのでやめてしまっていてね、じゃあいいや、もうちょっと洗濯できないのあれだから、じゃあもうそれ捨てちゃって新しいのを買い直そうということで、ここで新調しました。で、あとね、ワイシャツもね、ちょっと新しいのを買っておきたかったんでね、またこれもここで購入というわけです。まあまあなね、ショッピングというわけですが、まあ、ショッピングっつってもね、靴下とかあのワイシャツとか、あの必要最低限の服しか私は買わないわけですけど、私がスーツたる、そのゆえんというのは、そもそも服代にお金をかけないというところから来ておりますからね。うわ、ツルツルになってね、めちゃくちゃ滑るんですね、これ気をつけないと。ちょ、やばいな、これ。さっきね、高校生っぽい人が自転車で新聞配達やってまして、よくやるなと思って本当感激します。こういうところだって滑りますからね、横にね。いやー、アイスバーンだよ、まさにツルツル。本当にね、その家もね、なんかあの理髪店だかあれだし、ここもそうだしね、粉ばっかりいっぱいある、本当にいっぱいあるよ。向こうにもなんかそこら辺にもあるしな。よし、南稚内の駅へ着きました。ここからね、稚内まで一駅電車に乗って帰ればもうすぐというわけです。まあ電車ではなく機動車が来るわけですけどね、タクシーが3台並んでおります。南稚内の駅の方がね、どう見ても都会感があり、南稚内駅の方が町の中心部であるということはもう皆さんもお分かりいただいているでしょう。この
駅はね、外側のこの部分をね、この前側だけが新しくて、その奥の部分はね、かなり古い木造モルタル造り、1957年製で、作られてから60年近く経っているそうです。そろそろ来るらしいってことなんですけど、まだ踏切がね、鳴っておりません。ちょっと早く出てきすぎました。冷えちゃいますからね。なるべくギリギリまで駅舎の中に留まっていればよかったと思うもんですけど、もうすぐ来ると思うんですよね。接近の音も鳴っておりますから。今度やってくる列車は特急列車サロベツ号です。次の稚内が終点、まあ当たり前ですけどね、一駅でも特急料金はかかります。ただ JR 北海道はね、助かることで JR 西日本だと一番安い特急料金の枠組みがね、50キロまでで750円 A 特急料金とかなんですけど、 JR 北海道の A 特急料金は30キロまでで310円ですから、まあいいかなというわけです。南稚内から稚内まで480円、2キロです。タクシーよりはマシですよね。バスもね、なんか南駅の近くから出てるらしいんですけど、まあ、よく分かんなかったんで、まあいいやと、ちょっと待てばタクシーじゃないや、特急列車が来てくれるんだから、それに乗って稚内の駅まで帰ればホテルは目の前ですし、もうそれで十分だということになりました。しかしね、もうだいぶ前に稚内の駅は出てるらしいんですけど、来るだろうと言って咳の音がしている割にはまだ来ないんですね。ちょっと寒いなやっぱり。来た来た来ましたよ。1パー3系の5両編成ノースレインボーエクスプレスです。いつもはこの車両でね、サラベツ号はやらないんですけれど、本日は何なのか分かりませんけどね、何らかの事情によって車両が足りなくなったということで、朝乗ってきた261系のスーパーソーヤで使っていたあの車両とは違うジョイフルトレインのこちらがダイソー運転ということをやっております。前にもね、ダイソーのサラベツ号乗ったことありましたよね。2階建ての車両、ハイデッカーの車両、それを連結した5両編成のノースレインボー、これの自由席にて稚内へ向かう方になります。全然乗ってないな。それからドーナツ食べて、そしてワイシャツとか靴下を買って、それで帰りがこれですよ。なかなかいいもんだなというふうにつくづく思います。まあ、料金もかかってますけど、でもタクシーよりは豪華だと思いますけどね。ご乗車お疲れ様でした。およそ3分ほどで終着の稚内到着です。降り口は右側。本日は急遽の車両変更並びに、途中鹿による徐行運転の影響により、定刻よりおよそ17分ほど遅れまして到着となります。お急ぎところ列車遅れましたことをお詫び申し上げます。本日も特急サロベツ1号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。
これそんな買い物に行ったりとかね、髪切ってるだけで日本最北端とかいちいち言われると、まあ確かにそうなんだろうけどみたいな、ね、なんですか、ね、わかりますかね。ただ普段の利用しただけで言うのに、なんか仰々しいような印象も持ってしまいます。終点稚内駅到着です。そうか、稚内に帰ってきたからね。じゃあいよいよホテルに帰ろうと思ったんですけど、よく考えたらまだダメだ。ちょっとね、セイコーマートに行かないといけません。お金を下ろしとく必要があるとか、まあそういうのもそうなんですけど、まずですね、明日の朝私5時出発なんですね。5時20分発の列車で行きます。そうすると多分ね、手に入らないんですよ、食べるものが。でセイコーマートだって朝の5時ではやっていないし、今のうちに買っておかない。手がかじかんでね、間違えて録画ボタン切っちゃいましたけど、何を言おうとしたんだっけ、もう忘れちゃいましたが、そう、今のうちに食べ物を買っておかないと、多分明日しばらく食べ物が手に入らないという状況になりますからね。これまだ、あとはちょっと、そうだな、コピー機を使う用事があるんですけど、セイコーマートってのはコピー機置いてありましたかね。貸してくれるといいんですけど。